はいはい、それでは続きをやっていきますよーと。ではでは、とりあえずこんな感じですね。フロントのスポイラーのこのポッチを取るよっていう話をしてたと思うんですけど、ちょっとね乾くのにね多少時間がかかるので、油性のこれでジュニテックス油性ツインマーカーでこんな感じに塗ってあります。でこれをね取るよということですけれど、まあペーパーの800番でね使い古したやつでどんどんやっていこうかなと思います。そうするとこれでね、まあステサフの代わりというかそんな感じでございます。でしっかり乾いてからやらないといけないので、まあ乾くのね油性ペンだから早いからねいいんですけれど、こんな感じでこすっていってあげれば黒サフと同じような効果が得られますよと。ただね油性ペンの種類によっては結構そのね油性ペンのなんていうのかな、膜厚って塗膜が分厚かったりね、結構剥がれやすいやつがあったりするから、そうするとねうまく取れない時もあったりするから、それはねちょっと気をつけたり慣れたりしないといけないかななんつって思います。で一方方向ばっか取っていくと今度溝がねペーパーで作れできてしまうので、まあこうあちこち向かせながらこうやっていくといいかもしんないかもしんない。適当に言っておきます。合ってるか分かんないんで適当に言っておきます。あ、さっき視聴者さんのコメント読んでて思ったことがあったんだけど、何だったか忘れたど忘れした。そう、あ、そう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 、あのねプラモデルをこう作っていると、ね、プラモデルを作る人ってある意味ド M かもしれないっていうね、コメントコメントいただいて、そうね、まあそれもねなんとなくわかるんですよ。わかるんだけど、ド M というよりね、やっぱりね、なんていうのかな、こうさプラモデルを真剣に作ってる人、まあ楽しみながらね真剣に作ってる人ならわかると思うんですけど、できた時のさ達成感がいいんだよね。多分それね、そのねコメントにも書いてあったアスリートの方とね比べられてたんですけど、アスリートの方もさやっぱり目標タイムとか記録が出た時にその達成感っていうのは気持ちよくて、こうストイックな感じでね一生懸命こうやってみたいなさ感じすると思うんだけど、多分ねカーモデルもそんな感じなんだよね。カーモデルとかプラモデルもさ、やっぱり自分の納得のできるものがねできた時のその達成感っていうのがやっぱりいいんだよね。何でもそうだけど、達成感を得ることってさ気持ちいいじゃない。やっぱりこうできたー、やったぜみたいなさね、この些細なこのことでもさ、こうやって綺麗に撮れたさ、あー綺麗に撮れた綺麗に撮れた、あ綺麗に撮れたわーみたいな、そのねちょっとした達成感、それ結構ねそこを楽しむとプラモデルがまたねどんどん楽しくなってくると思うんだよね。ね、今ねコメントいただいたみたいにね、やっぱりそのね達成感だよね。そうそう、達成感のためにね頑張るんですよね。でまあこういったね積み重ねがね、まあそのねアスリートの方もそうだと思うけど、地道に頑張ってってですね、これもこう地道にね、こんなね地味なこんな作業をさやってさ、だけどこれ作業をやらなかったがゆえにさ、最後に完成した時に、ああやっぱりここでやっときゃよかったなみたいなさ、ね、よう言うじゃないですか鍋さんね。え、あもうちょっとここもうやっとけばよかったかなみたいなさ、まあ作ってる方なら分かると思うんですけど、やっとけばよかったなっていうふうにね後で思うんですよね。特にここ見えるところだからさ、まあ特に今回の場合はね気づいたからよかったんだけど、気づかなかった場合、これ多分裏の方に来るよなとか思ってさ、やっつく組み立ててったらさ表だしみたいなさ、そういう風になるとね結構悲しいんでね、まあ、そう考えるとねやっぱりこう一生懸命ね地道に頑張って最後に達成感を得ると、やったぜできたぜみたいなさ、すると それがね多分ねたまらないんだよね。だからプラモデルもね一作目は初めてカーモデル作るという時にはまず素直にねトントン変にこういうね難しいことをねやろうとしちゃダメだと思う、自分の中ではね。まずは完成させることで、次にもう徐々にステップアップしていけばいいんですよ。やっぱり徐々に次回作る時にはこうしよう、ああしよう、ああいうとこ気をつけようみたいな、
そうするとね、自分の成長が見えるんですよね。こうできた順にこう並べていくとさ、それって結構さ大事だと思うんだよね。でそのね、一番最初に作ったやつもね、大事に取っておいてですね、自分がねだいぶ慣れてきた時に見返して、ああ自分ってこんな成長したんだなみたいなね。アスリートの方もそうじゃないですか。ただ走ってるだけじゃなくてさ、やっぱりどんどん記録を伸ばしてって、あやっぱり頑張ればこんだけ記録は伸びるんだなみたいなね、成果が出るわけですよ。まあね、限界はありますけどね、鍋さんすぐ限界来るからね、あれなんですけど、まあでもやっぱりね、まあアスリートと違うところはやっぱりこうね、趣味ですからね。自分はアスリートの方はね、やっぱりあれを命がけでやってるんで、すいませんね、手が汚くてね、こうやってペンキがついちゃってね、取れないね。ペンキ、あそう、なんかねちょっと今ね研究中なんだけど、塗料を、手についた塗料、こういうのでもそうなんだけど、綺麗にね取れる方法がねどうもあるっぽいんだよね。それをね分かったので、まあシンナーとかそういうさ、何溶剤とかで取るっていうクリーナーとかではあるんだけど、それって特別なものじゃない。安く綺麗に取る方法はどうもねあるっぽい。まだ試してないから、まあそれまた分かったらお知らせいたします。では早速これつけていきましょうね。どう、ほら綺麗に取れたでしょ、ほらね、綺麗に取れたでしょね。でこれをつけていくよーと、こんな感じで、これを作っていくのにまたね結構大変なので、まあこれはさすがにちょっとまずは流し込んじゃおうかなって思います。でこれも右と左のバランスを見ていくといいのかもしれないね。どこの鉛ですか。鉛を真似しただけです。よいしょ、こんな感じかな、こんな感じかな。いやでもきっとね、鉛あるんだろうな。自分でこうやって喋っててさ、視聴者さん優しいからさ、みんなそういうところはね突っ込まずにいてくれるんだろうけどね、結構鉛ってると思うんだよね。鉛ってるって言っても別に普通に愛知県生まれだからね、愛知生まれだからね、そうすごくないけど、まあ鉛よりも方言だろうね。ナブさん方言丸出しでね、まあいいね、視聴者の皆さんがね それがいいって言ってくださったんでね、もういいよ、貫くよ、気をつけはするよ、気をつけはするけど、もうそこまで気にしなくなった。浮いちゃうな、ちょっと指が、鍋さんね指が短いからね、短くて太くてね、ブチャイクだからね、こんな感じかな、このぐらいでしか、このまま手を固定してつけたい。ここにプチッと、ここにプチッと、これで左右のバランスをここのアーチの形に合わせて固定できれば、流し込みでね速乾性といえどね、そんなすぐにガッチガチに固まるわけじゃないんでね、ここでピッとこうねアーチにこの合わせて固めてですね、固定して、これねとりあえずは止まった。こっちもグイグイとやって、とりあえず止まった。で今度ここね、この部分もピッチッと流し込んですね。これ流し込みどっちだっけ、こっちだっけ、忘れた。まあいいや、とりあえずくっついてればいい、とりあえずね。でこの両サイド、こことここの両サイドの部分もそこそこくっつけておきたいので、流し込んでおきましょう。まあ、とりあえずはこれで一旦OK なんですけど、これ多分ここでギュッてやるとムチュってなると思うので、軽く押さえておくぐらいにしておこうかしら。ここの真ん中はちょっと浮いてる気がするな。これ流し込んでいいかな、やめた方がいいか、よく絞ってからのチョンつってねやるといいかな。とりあえずつけるだけつけておきたい。あーよし、いいと思う、いいと思う。最終的には別パーツっぽく見せないといけないから、とりあえずはこれで。でこのままだとやっぱりね、あの研ぎ出しとかした時にポロリっていうのがね出てくると思うので、こっからまたいつものねガッチガチをやっていこうかなと思います。説明書見よう、どういうパーツになってたっけ、今なんか喋りながらやったら忘れちゃって、どんな形になってたか。あ、ツバは
こっちについてるのね。レバーはフロントの方についてるのね。っていうことは下のスポイラーの方ではないよということは、ここにつけてあげる。だけどここをつけづらいからここにつけよう、ね、昨日とっていうか前回とね同じことをやりますと。でーしゅでーしゅでーしゅ。ティッシュをまずは適当なサイズで切っておいてのサイズを測りますかと思ったけど、ここはそんなに僕もこんなでいいか。こんな感じで切っておいてですね、とりあえずこの一番っていうか、まあ細めの方で切ったやつをこいつを折り曲げましてのここにつけたい。ここにね、こんな感じ でどうしてもはみ出ちゃった場合はペーパーでこすってあげれば、ね、あの固まった後に見えなくなっちゃうんでね、瞬着で固めるからあの固まって見えなくなるからね。おいおいおい、ちょっとよいしょ、あの全然どうでもいい話、昨日と同じやってること同じだからここはまあどうでもいい話をしようかなと思うんですけど、レッドブルのさ紫の出たの飲んだ？じゃあね、あの私あれなんですよ、エナジードリンク大好き人間で、大好きってガブ飲みするとか毎日たくさん飲んでるとかそういう好きじゃなくて、あの新しいのが出るととりあえず飲んでみようみたいなさ、まあ、スーパー行くからさスーパーとかで結構出てるわけですよ。で今日薬局行ったらさ、そのレッドブルの紫見つけちゃって、あれ出ないんですけど、もうこんな時にちょっとあっ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 大惨事になる。あ、固まっちゃった。これ、まあ、こんなん後でお風呂入ればお湯で勝手に取れるけど、そうでね、レッドブルのね紫が出てたから買って飲んでみたんですけど、おいちかったおいちかったよ。気持ち悪いわ、40のおっさんがそんな言い方するの。あのあれなんですよ、なんだろうね、ブドウのね酸味強めみたいな味だったかな、グレープの酸味強めみたいな、まあ紫だからそんな感じかみたいなでございました。味的にはね、あ、美味しかったよ、普通に美味しかった、うん、そのさ今言ったみたいに本当にあの酸味強めな感じで、まあブドウジュースがね好きな鍋ね私からするとあのいい感じでございましたよ。以上ちなみにあのね、まあモンスターって結構あれじゃないですか、メジャーなとこじゃないですか、あれもモンスターエナジードリンクね、あれもあれのね水色だけはどうしてもね苦手なんだよね。あれ確かカロリーオフだかゼロだか、オフとゼロって違うからね、オフだったかゼロだったかで、なんかね飲んでるとね喉がねイガイガするんだよね、焼けるとかそういうのじゃなくてなんかイガイガしてね、どうもね好きじゃなかったな。売ってると避けちゃうで、忘れた頃にまた買ってしまって飲んで、あれ、ああそうだこれダメだったんだみたいな感じで、どうもねダメだ。あのねカロリーゼロとオフって違って、オフはあくまで避けてますっていうようなイメージね、だからゼロじゃないんだよね、
カロリーいくつ以下はもうオフ扱いにしてますみたいな扱いなんですよね、あれ。だからゼロじゃないんですよ、あれ。そう、オフっていうのはもうカットしてるとかそういう意味じゃない。あれね、缶見るとね、そうやって書いてある。いいと思った、知らんかったって。私は知りませんでした。これちょっと大きいな。プチ。そう、エナジードリンク大好きなんだよね。売ってるとすぐ飲んじゃう。未だになんかシャークみたいな、なんかサメみたいなやつは飲んでねえな。いつも気にはなってんだけど。チェリオからエナジードリンク出てて、いやいやいや、チェリオってライフガードがそもそも出てんじゃんとか思いながら飲んだけど、ちょっと味が薄めかな。エナジードリンクって割と濃いような味がするじゃないですか。ちょっとね、味が薄めな感じだったかな。あのライフガードのエナジードリンク、あ、違ったかな。あ、違ったら申し訳ない。あんまり好きな味ではなかったかな。まずいわけじゃないんだけどね、好き嫌いの問題なぐらい。まあ、そもそもエナジードリンクっていうものをね、あの美味しいとかいうジュース感覚で飲むのもちょっと間違えてはあるんじゃないかなっていうところはあるんだけど、まあ、そのぐらいね、飲みやすくはできてるって感じだけど、リポビタン D みたいな、なんかそういうもともと栄養ドリンクメーカーが作ってるエナジードリンクも確かあったな。それはね、結構どこだったかしっかり名前思い出せないから言うなって感じなんだけど、飲んだんだけどね、どこのか忘れちゃったな。それはね、濃かった。逆に濃いなと、さすがそもそもの栄養ドリンクメーカーだなみたいなさ。リポビタンデーだったか何だったか忘れちゃったけどな。見つけたら飲んでみてください。濃いの、すごい。あ、濃いなとか思って飲んだ瞬間、がっつり飲んだ感がある。だからとかね、結構ね、いろいろね、エナジードリンクね、売ってちゃう。ちょっとね、値がいいんだけどね。まあでも一番やっぱ好きなのレッドブルだな。普通のドノーマルのレッドブルだけど、レッドブルの、まあ、本物っていう言い方もいけないけど、あの金色のレッドブルを飲んでみたいんだよね。もともとあの本当に、なんだろう、ちょっと待ってね、くっついちゃって。あのレッドブルって途中で会社が分かれたんだったっけ、なんかそういうちょっとストーリーがあって、でもともとはどこの国だったかな、ちょっと覚えてないんだけど、もともとはあれ金色の瓶で売ってたんだよね、確か。そう、それ未だにまだ売ってるらしいんだけど、みんなが知ってるようなレッドブルとはもう味も結構違って、そもそもレッドブルの、日本のレッドブルっていうのは本物のレッドブルと海外で売ってる味が違うんだよね、確か。日本人向けに味が調整されてるっていうような話も聞いたことがあるな。よし、できた。でも嬉しいよね、レッドブル好きのね、私としてはですね、あの価格が下がって量が増えたっていうのはね、なかなか素晴らしいなと思った。ちょっとの、なんだろう、まあ結構ね、高価だから、なんていうの、そうしょっちゅう飲めないじゃないですか。であれはあんまり、やっぱりちょっと待って、足がそうしょっちゅう飲むものじゃないからさ、まあいいんだけど、だけどやっぱり買おうと思った時に安くなった、量が増えたっていうのは嬉しいね。そして昨日と全く同じ光景でございますさあ、やっていこう。チュッ、よいしょ、よし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 。ここをね、グッと押すとね、ブシャーッと出ちゃうからね、ちょっとずつこうシュッ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 と出すぐらいでいい。だけどこんな使い方してたら多分中身が残ってガスだけ抜けるっていうことが起きそうな気がするんだよね。これでしっかりくっついておって、でこれね、表から見てもどうですか、こうはみ出てない、こう見るとはみ出てないけど、こうちょっといくとここが少しはみ出てる、ここね。でこれはね、あとでもうこれでしっかり固まってるから、あとペーパーでカシャ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 して落としてもいいかなって。まあサフね、捨てサフやるんで、そのついでにやるっていう感じでいいかな。だけどね、
ちょっとまだ時間ある？ あんまないか。まあ、軽くだけ説明。もしねこの状態の時に結構このモールドが埋まってしまった場合、サフを吹いてしまうとモールドがね非常に見えづらくなってしまう場合があるので、今のここの部分なんか特にそうなんだよね。だからこの時点でもう結構こうね、これもう目安ができてるわけだから、こういう風にね取っておいてもいいと思うので、サフを拭くとそのモールドがまだ生きてるよと、それからもう一回きれいに取るという手もあると思うのいいと思うの、うん、以上です。だからちょっとねこのままやったら今は目に見えてるかもしれないけど、サフを拭いたらこのモールドを埋めてしまうかもしれないと思ったら、そういう手もあるよと。まあ今回はもうこのままサフ拭いちゃいますけれど、ね、ちょっと心配だなと思った方はこのままもうこれでカリカリやっていきましょう。でただ今さ流し込みで固めたから、すぐのすぐにこの流し込み固まんないから、まあ本当は芯まで乾かそうと思ったら2日ぐらいまで乾くんですけれど、乾燥っていうかまあ硬化させるには。だけどまあ次の日ぐらいにはいいと思うので、この状態のまま放置してあげましょう。1日ぐらい、1日とかまあ一晩ぐらいでいいと思うけどね。表面的には固まってるので、でなんでそのね今の状態ですぐにサフ吹かないのって思われると思うんですけど、サフを吹いてしまうとそのサフがね、なんだろう、保護してしまうっていうのかな、その硬化を遅らせてしまうことがあったりするので、まあ経験上ね、実際いやナベさんそんなことないはずだよっていうのある、分かると思う、あると思うんですけど、まあ経験上ねそんな気がするだけだからね、私の場合はねこのままちょっととりあえず一晩放置して、うん、まあサフを拭いてそれから掘り直しをやっていこうかななんつって思ったりなんかしちゃったりしております。よし、よし、喋ったということで、今日はねこの辺にしようかなと思います。ということで今日はこんな感じになりました。サムネ、サムネ、サムネ用、よしよしよし。じゃあ今日はこの辺で、ではまた、バイバイ。